まあ、この間のアメリカ戦より1日多いっていうことで、まあ、時間あるなと思ってたんですけど、やっぱりやりたいこと全てできたっていうふうには言えないです。まあ、でもみんなでやることはしっかり確認できましたし、で一丸となって、チーム一丸となって勝ちに行こうっていうところでは、しっかり統一できたと思います。まあ前回は本当に全く初めてだったので、まあ、ディフェンスのところ攻撃のところ含めてすごく大まかなというか約束事っていうところを確認するっていう感じだったんですけど、まあ、今回はまたいろんなところに対応できるようによりなんか細かいところで選手が理解を深めながらじゃあこういう場合どうしようとか。少し選手の中でも話ができたのでより対応っていうことに関してはできるんじゃないかなっていう。そうですね、やっぱりチームとしてサッカーって戦うものなので、まあ、自分自身を分かってもらうことであるとか、まあ、対応を理解しようとするっていうことに関してはみんなでやっていこうっていう話はしましたけど、まあ、自然に上の選手たちが気を使って多分若い選手たちに声かけてくれたりしてるので、すごい助かってます。やはりスピードのある選手がいますし、まあ、背も高さを生かしたマクロスからの攻撃っていうのは持ち味だと思うので、その辺は潰しながら、まあ、日本の良さであるやっぱり全員が関わりながらゴールに向かっていくっていう姿勢は見せたいなと思います。やはり試合に勝つっていうことはもう大前提で、さらにやはり一つでも二つでも、まあ、選手の意思と意思がこう噛み合っていくような、まあ、攻撃ができていったらいいかなと思います。